正面打ち、これこれで下げて、これね、手首、手鏡と言います。これを取ってパッとした当て身入れて、こちらちょっとさばきました。このままここね、パカッと挟むように入れて上げていきますね。この手首曲がったら落ちるんです。こうしたら絶対ここひねろうひねろうと思って、ここを手を曲げると体に力が通っていきません。さっきと同じ当て身入れて、こっちへ重心をかけます。体はこっちへ倒れますから、その流れでパッ上げていきます。パッ、ね、上向けてください。鏡を自分の目の前で見るように、鏡を自分の目の前で見るように、ね、指が上向いて、ね、こういうふうにこういうふうに見るように、正面打ちをパッ取った時に手で下ろしてしまったら肩抜け、腰が抜けますから、さっきやったのと同じように止めたらこっち、さあ腰で今つながってます。この腰のつながりを持ち上げてください。いいですか。で、自分の腰に乗せてるんですよ。腰をパッ自分の体に乗せていきます。これをひねるとかっていうんではなくて、ひねるんではなくて、手刀をパッとこう前に、手刀をパッと前に、自分の前に、差しだ切り上げてるだけ、ね、目の前でこういうふうに手鏡を見るようにやってみてください。はい、はい、これが手でやってしまうと、この大きな巨体をですよ、よっぽど乗りませんから、こう自分の上に乗ってきてもらう、こういう感覚、はい、それもう楽なんです。これもしかも全然、まあ、手はもう挟んでるだけ、やっと挟んでるだけです。こういう感覚、近い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 です、近いです、近いです。ほら、またこの手のこの力になったでしょ。これは挟んでるだけです。挟んでここでピタッとまっすぐこうしてるだけです、はい、力入れない、力入れない、ここに自分の体を、ここに自分の体をねじ込んでいってください。そうそう、ほらまたこう押してもらう、うん、押してあがるんです。柳川さんね、柳川さんが感じてください。こうなって、こうなりました。ここで挟んでます。これをこうしたら、こうしたらそんなにしんどくないでしょ。僕の手の力でこうしたらしんどくないでしょ。ここをこうして、ここに僕が入ってるからしんどいでしょ。すごく大きな力がかかりますね。その感覚です、はい、この時にここで手首だけでこう、手首だけでこうやろうとするんで曲がっていくんです。これは手刀はまっすぐしたまま、この手刀をまっすぐしたまま、体でまっすぐのまま、手首のここが一切曲がってないことをなんとなく感じてみてください。いいですか。戻すとこう、これがこうなってるだけ、これがこうなってるだけ、これが一番強いです。いいですか。これがこうなっていくと、まあ手首痛いんですよ。ひねられて、ひねられて痛いけど腰には響いていきません。というかここで一回もう落ちてしまってます。乗せたのがこぼれ落ちてしまって、乗せたらそれをスッと運ぶ、まっすぐ運んでやってください、ね、はい、もうそれがね、今、柳川さんはこうしたやつを多分こういうイメージだと思います。これも抜けてるんです。これパッとこう、ここに今ここに、ま、森脇さんはなんていうかな、すがってくれてるとか、ここにくっついてくれてるんです。このくっついてるのをスーッとずっとくっつ続けてもらう。まだくっついてるんです。最初にちょっと動き、はい、やってみようか。おこの状態ね、この状態で腰に乗ってるんです。乗ってるのをってやったり、乗ってるのをこうすると外れるんです。これ上から乗って下ろそうとすると、一番最初にここ
ここで相手の腰、打撃というかな、体の重心が僕の方に乗ってきてるかどうかが一番大事。大事。これで乗り続けてる。乗り続けさせて、乗り続けさせて、これを外さずに自分の鼠径部へ乗せるんです。いいですか。受けて、こっから、ここも手で、こう持ち上げようとして、もうこれで落ちてるんです。落ちて自分の体の方が前のめってます。こっちの、接点に、なんていうかな、引っ張られてる感覚。そうではなくて、ここに、接点を自分の腰に乗せるんです。で、これはね、今できたことのように思えるかもしれないけれども、実は、この状態でも乗ってるの。この状態で相手の腰がこっちに乗ってるわけ。この状態を作ってほしい。だから簡単に乗っていきます。こう。で相手の、まあ、打撃も多分ここで届かないんです。打撃してきそうやったらこの手をちょっと こっち向ければ腰は向こう向きますからね。でこれ乗せてる。乗せてるのを外さないように運びながら鼠径部。ずっとこれ鼠径部に乗せてる状態です。ちょっと分かりづらいですかね、下に落ちてるから。でもここに今彼はすがってるんです。こういう状態を、意識してください。いさせてくれもうちょっと手の力で全部やってるから、手の力でやってるから、手やなしに体です。そうや、そうや。そっからや。そっから連動で右手も入れる。そうや今ええんじゃん。今やばい、うん、